皆さんこんにちは。今日もパシフィックドライブやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回ですね、壁画の方を調査しました。こっちの方かな。それで今回はここに向かうんですが、ここのルート出ていませんでしたので一通り出しておきましたということで、ここを向かいましょう。ちょっと遠いですね。そしてですね、車の方若干変えています。上の方にレーダー、物資を探すレーダーついたのと、横に箱をいっぱいつけてたんですが、こちらの方ですね、なんか、空から来るやつが盗んでいくのかな。材料取っていってしまいましたので、ちょっと予備用に1つだけはつけてありますが、あとはバッテリーを補充するミニタービンと、こちらの方は電撃を食らった時に補充する、飛来芯ですね。こちらの方をつけています。そしてバッテリーを最近よく使いますので、バッテリーの予備もつけてあります。よし、さあ、それでは向かっていきましょうか。さあ、まあ、第一のエリアですね。ここはまっすぐ行ったところに、あれがあるのか。アンカーがありますね。アンカーちょっとずつ取っていくのと、まずは手前の方からしっかりとアイテムの回収をしていきたいところです。ああ、ラボ的なのがある。これはありがたい。ちょっと取っていきましょうか。ここにボンベかなんかあるのがもう見えてますね。よし、これで取っていく。よし、こんな感じですね。で、ああ、パソコンもあるのか。さあ、ちょっと分解していきましょう。銅の線が結構なくなってきましたので、しっかりと取っていきたいところです。で、これは分解。OK ですね。で、入れ物の方は、車内の方はあんまり盗まれたことがありませんので、車内の中に全部片付けておきましょう。ちょっといっぱい入れてありますが、まあ、そんなに満タンにはなかなかなりませんので、問題ないのかなと思います。いや、すごいな。雨がひどいですね。ワイパー、まあ、かけなくても見えるからいいか。さあ、もうすぐ行くと左手の方に家があると。家の方もちょっと取っていくか。少し取っていきましょう。で、ここでアンカーをどれだけ取るかだな。二つちょっと寄り道して取ってもいいんですけど。後になればなるほど、ちょっと面倒なことにはなりますからね。よし、とりあえず普通のパーツ、はい、これで OK。 さあ、ここに突っ込んでおきましょう。どうしようかな。でっかいやつも取るべきなのかどうかだな。まあ、ここはそんなに必要ないんでいいでしょう。で、これはなんだ、加速装置がある。まあ、問題なしですね。分岐。よし、ちょっと、これも取っていこう。せっかくですので、しっかりと集めていきましょう。よし。で、ジャンプがあるのかな？ジャンプは、あ、ジャンプじゃないな。普通の加速だけですね。ただ、ここの左にもアンカーがあるので、アンカーを取りに行きたい。どうしようかな。たまに近づくと、車の周りにも異常現象が起きちゃうんで、少し歩きましょうかね。はい、まずはアンカー。よし。さあ、ちょびアンカー。もう、あとは次のエリア行っちゃってもいいかな。とりあえず、燃料がそこまで、溜まってないよね。ほんのちょっとだけですね。溜まったのは。で、道路に戻る。これ道路ですね。道路に戻って、あとは道路沿いに行けば、まあ、次のエリアには行けますので、まあ、次のエリア行っていきましょうか。まあ、その間になんか拾えるものがあったら拾いたい。加速。やばいぞ。加速してもいいけど、ぶつかると困りますね。十字のところに家がある。ガソリンスタンドか。ガソリンスタンドがありますね。いやー、雨風がめちゃくちゃ強いぞ。よし、一旦ここに置こう。よし。
さあゴミ箱、これ出しておく。でバールですね、持ち開ける。さあテレビ、あとは何があったっけな。あ、ハイライトされてるものはないですね。あれないな、全然ないな。あ、全然ない。こんなにないんだ。なあ、ゴミ箱から出たやつだけもらっていくか。これがスチールパネルか。スチールパネルはいらない。こっちの方に、ああ、ここもなんかバッグだけか。もうこのまま行きましょう。もうバッグだけなんで。乗り込む。で、まっすぐですね。行けば次のエリアに行けますので、まあ次のエリアまでは特に、建物ももう大体ないので、このまま突っ切りましょう。さあ、第2エリア来ました。どうしようかな。ここで2つ取るか。アンカーの方2つ取っていきましょう。左経由で行って、どうしようかな。あの山の上っぽいところなのか。さあ、少し登っていく感じですね。で、分岐を左に曲がると。おっと、なんか、嘘だ。なんか、電気食らったな。なんか、近くにいたのは分かってましたが、まさか踏んでるとは思ってなかった。で、ここかな？どこだ？ここだな。ここを左に曲がっていきましょう。で、あ、やばいな。なんかあれ、これじゃない。出てきそうな感じだな。電源が出てくるやつですよね、あれ。ここを開けて、おー、なんかあるな。さあ、取っていきましょう。で、これも OK。一応、ここのなんか正面に見えてるやつは電気出てきそうなので、電気出てくるやつですよね、やっぱり。やっぱりか。さあ、少し、あー、また食らってるな、食らってるな。食らいましたね。今日、絶縁は入れてるけど、エンジンがちょっと電気食らったのかな？ちょっと電気でやられてるかもしれない。で、あー、やばいね。さあ、電気でやられてますね、エンジンが。修理するべきかどうかが悩むな。で、この上ですね。この上にアンカーがあるみたいなので、どうしよう、歩いて取ってくるか。さあ、車ちょっと一旦置いて、歩いて取ってきましょうか。で、一応、確認もしよう。電気技師セットか。電気技師セットは持ってたかな？持ってないし、作ることはできるのか？ないね。電気技師セットを持ってきてないから、まあいいや。とりあえず、ここの上にありますので、ちょっと取りに行きましょう。歩いてちょっと登れるのかはわかりませんが。とりあえずアンカーポイントを打っておくか。このまままっすぐか。さあ、ありますね。家とか建物も近くにあるって言ってたんだよな。あるね、あるね。少しちょっと見ていこう。ああ、ラボっぽいのが連なってる建物か。これは、一旦フレアつけて爆発させよう。よいしょ。で、OK。で、アイテムちょっと取っていきましょうか。プラズマ。あ、プラズマがもらえるのか。このツーリスト倒すと。で、このでっかいのは入れないのかな？でっかいの、あ、でもなんか中にあるってことは入れるのか。ここから入れそうですね。まあ、その間に車がどうなってるかちょっと心配ですが。ないな。よし。開こう。薬、あった、これが欲しいんだよね。薬品がありましたね。あんまり時間はないので、アンカーを取ってすぐ帰りたい。よし、取る。あ、バールだな。よし。ボンベとかがあるのはありがたい。さあ、これでアイテムは一応全部取れた？もうちょいか。よし。ですね。はい、これで一周してきたのかな。さあ、アンカー取っていきましょうか。あ、これ電気来るやつですね。しかし、アンカーをどこに、ああ、ちょっと待って。あれは鉛パネルある場所かな。
鉛パネルありますね。鉛パネルが欲しかったんだ。これちょっと作らないと、防護服とかが全くないんですよね。ああ、これなかなか見ることがなかったから、ここでしっかりと取っていきたい。さあ、寄り道しまくってますが、集めていきましょう。これでよしと。いや、いっぱいあるな。車がどうなってるかめちゃくちゃ心配だけど。よし、とりあえずこれでよしと。これもかな？鉛シールドありますね。取っていこう。ガリガリ取っていきましょう。よし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 。鉛パネル。他は大丈夫かな？はいはい。ライトですね。ということで、あとは、他のラボはいいかな。アンカー取っていきましょう。どっち方向だ？右だ。右の方向にあると。さあ、こんなもんかな、あとは。あと、ラボの方は取っていかなくても、あったあったあった。あれですね。アンカーを取って、とりあえず戻ろう。まあ、あんまり長い位置して、ここの閉鎖が食らうと、それはそれで困るからね。さあ、HP 減っていくので、早めに帰りたい。対衝撃装備は一応装備していますので、ある程度の高さとかは落ちても、まあ問題はないと思います。よし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 。さあ、こちらで、ああ、電撃食らってるね。さあ、アンカー入れます。よし。さあ、電気医師はいけない。あ、やばいやばいやばい。嵐になってるな。まあ仕方がない。このまま行って、道なりだな。道なりを右に曲がりましょう。そして、アンカー最後の方で取って、脱出という感じですね。いやー、異常なことが起きてるぞ。まあ、しゃあないな、これは。あ、加速。加速が来てるけど、加速が危ないんだよね。危ない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 。勝手に動く、勝手に動く。勝手に動くので加速はしない方が良い。あ、危ない危ない。さ、やばいですね。磁場。あ、ナビがわからんくなるの一番困る。ナビがわからない。こっちじゃない。しかもそっちじゃないよ。いや、困ったね。さ、放射能も来ている。後ろのドアとかがダメージ食らってますね。よし、もうちょい進む。なんか出てましたけど、文字出てたけど何かわからんな。はいはいはい、いいですよ。で、これだな。これを、行くという感じですね。さあ、あんまり余裕はないですが、鉛パネルが欲しいので、ここでも鉛パネル取っていきます。よし、ようやく鉛がいっぱい手に入る。さあ、鉛パネル。あとは、もう、いっぱいあるけどな。全部は、欲張ると、えらいことになりそうなので、こんなもんにしとくか。よし、さあ、そして、これを片付ける。よし、すっきりしたね。そしたら、行きましょう。はいはいはい。で、加速装置があるけど、こいつは危険なので、取らないでいこう。さあ、避ける。さあ、あとはもう道なりに行けば OK ですね。特に、まあ、寄り道さえしなければ問題なく、次のエリアには行ける。ああ、危ない。なんだ、勝手に動かれた。さあ、今回めちゃくちゃ食らってるな。はいはいはい、異常なことが起きまくってるな。故障ですね、きっと。いやあ、ハンドリングが勝手に取られるのは困るな。で、もうちょい行ったらすごいカーブがありますね。よし、降りていく。さあ、まだ警報の方は鳴ってないので問題はなさそうですね。よし。危ない危ない危ない。なんかやばい、草がいるな。待って、道的には左だ。さあ、バリア張っていきましょう。一応バリア張っていく。
や、電気がすげえ来てるな。さあ、まだ全然たどり着いてないのに、えらいダメージ受けてますね。で、ここ曲がる。曲がって、途中に、ああ、鉛パネルがある、欲しい。で、もうちょいか。バンカーが見えてるはずなんだけどな。あれか。ありますね。ここの、越えたところぐらいで取るか。ここでちょっと一旦降りて、アンカー取っていきましょう。周りを囲んでるのは、鉛パネルのやつか？鉛パネルか。今回はめちゃくちゃ鉛パネルがあるな。よし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 。これで服が作れるかな。他はあるな。さあ、もうエリアはすぐなので、しっかりと取っていきましょう。こんなもんですね。で、アンカー拾う。よし。さあ、ちょっと車は離した場所に置いておきましたので。ああ、それでも、なんか電気食らってるよ。電気食らってるよ。さあ、入れて入れて入れて。よし。さあ、電気食らってる。さあ、これ、どうしようかな。HP も一応回復はできるんですよね。バッテリーを使っての HP 回復ができています。ちょっと、電気でいろいろやられてますが、まあ、よし、これで次のゾーン行けますので、次のゾーン行きましょう。さあ、目的のゾーン着きましたね。あ、結構なんか、すごいところだな、これは。で、わー、エネルギーもいっぱいあるな。どれぐらい？もうちょいか。もうちょい貯めれば大丈夫そうですね。あとは、ちょっと、牛、レーダーを入れていく。わ、なんか浮いてるな。ライトついてるのかな？ライトついてましたね。で、この曲がり角のところにアンカーがあると。不安定なアンカーがあったらぜひ取りたいところですね。あとは、キノコと、まあ、海辺に生えてる、水辺に生えてるやつとかも欲しいんですけど、まあ、キノコぐらいかな。よし、ここにアンカーありますので取っていきましょう。それと、バキュームもそろそろここのエリアに来たので、行っていきましょうかね。バキューム、これを装備してと。さあ、不安定なアンカー取っていきましょう。よし。さあ、どれぐらい変わるかな。大丈夫か。異常現象が起きて車が攻撃されなければ OK ですが、一応これでワープのやつは溜まってるのかな。あ、まだ溜まってない。もう一個ぐらいは取らないといけませんね。この四角は一体何なのかが全然わからないな。さあ、あとは車が、あって、待って、これあれか、必要なやつですね。こいつも取っていかないと。これはハンマーで壊していくと。ターボエンジン作るのにこれが必要なんですよね。全然数が足りていません。よし、破片を取ってと。一応これも片付けておくか。よし。で、このまままっすぐ行って、まあ、ちゃんとした道沿いに行っていけば OK かな。さあ、道の方を。やばいやばいやばい。ショートしてる、ショートしてる。ショートしてる。これはどっち？左か。さあ、ツーリスト、電気のツーリストを避けていく感じですね。よし。で、どこ行く？このまま行って、右の方にカーブ。この文字をちょっと読んでられないんだよな。さあ、こちらの方は、まあ、文字は読めませんので、適当に進んでいきます。で、道なりに行くと、家がある。右手に家。どうしよう、これ。取っても、車取ってもいいけど、まあ、取らないでいいか。さあ、今回はあんまり、あ、暗くなった。だ、トンネルだからか。で、右の方に家があるっぽいことが書いて、おわ、しまった。毒のやつ食らったのか。で、どうしようかな、これは。右に曲がって、あ、この建物ですね、おそらく。で、これはどうするんだ？右に曲がって、アンカーが1個あるはずだ。
アンカー取って、あ、やばい。これ、いけない？いける？いけない。え、これはいけないぞ。これ、ジャンプってわけでもないよね。壁の中、強引に入っていくしかないのか。これで強引に行くしかないのかな。よし、OK。さあ、そしたら、このまま右、もう一回左の方で、直接狙うか。もうまっすぐできるだけ行きましょうかね。で、この辺りを右と。で、アンカーがあると。うわ、全然見えない。おお。よしよしよし。さあ、そしてここにもアンカーがあるはずですね。よし、ちょっと見てこよう。ああ、見えてる見えてる。さあ、ここからはバキュームにしとくかな、一応。キノコか水草があれば取りたいんですけど、ないかもしれないな。ないかもしれない。いやー、水辺だけどなさそうですね。ということで、こちらアンカー取っていきましょう。さあ、これで脱出の方のエネルギーは全部溜まりましたね。わあ、やばい。毒が。毒みたいなやつがまき散らされてる。いやー、やばい。どこまで追うか。ああ、結構飛んできてるな。こんなに飛ぶのか。よし。やばい。爆発する。こいつじゃない。こいつじゃない。ここだ。よーし。さあ、そしたら目的地の、あ、やばい。右破片がやばいぞ。目的地はとりあえずここのまっすぐ、あ、さらに次の奥に行かないといけないのか。オレンジ色になってますね。大変だな。おお、なんだなんだ、こんな飛び跳ねてるやつは初めて見るぞ。待って、これ、あーあー、やばいやばいやばい、はじいて、待って、これをスキャニングしたい。よし、 OK。さあ、とりあえずバリア張りながら行こう。ああ、そしてね、肝心なここにいいやつがありますね。欲張るか。欲張っていく。赤いやつを取っていきましょう。取っていく。これでターボエンジンなんとか作れるのかな。結構いけましたね。で、これはバキュームで吸っちゃえ。はいはいはい。よし、OK ですね。ああ、奥にもあるのか。奥にもかなりありますが、まあいいや。今回は諦めよう。お、なんか変なタワーが、タワーがあるけど、これは関係なしなのか。ちょっと登りたい感じもしますが、まあ、今回は急ごう。ちょっと待って待って。え、いけるのか、これ。ここなのかな。さあ、とりあえず着きましたが、またこういう暗いところ通っていいかな。ないな、道がない、道がない。こちらの方はあるかな。回っていきましょうか。右に回った方が良かったかな。これは何だろう。これ左、光ってるのがあるけど、これは破壊しよう。はい、とりあえず6番つけて、ああ、このフレア本当教えてもらったのかなりありがたいですね。え、これもっと倒していかないといけないのか。やばいやばい、やばい、急ぎすぎた。んで、投げると。お、行き止まりのはずだぞって言われてるぞ。これじゃないのか。あ、図面上はねって言われてるけど、図面上ってことは、いけるのかな。ちょっとこの光ってるところもちょっと見ていくか。コンテナですね。よし。こんな余裕があるのかどうかは分かりません。密封キットか。で、まあ一応なんかいけそうな感じではあったので、ここの方の右側進みましょうかね。プレイヤーちょっと投げすぎた。これいける？いけするのか？いや、やばいな。いけるのかな？ちょっと不安だな。さあ、とりあえず行く。ああ、右に曲がれるよ。とりあえず右に行って、さらに右に曲がりたい。よし。
あ、いいね、いいね、いい感じで。ちょっと待って、これどこだ？こっちでいいのかな？おー、なんかあるぞ。いや、プラズマだ。やばい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 。何、何、何？何、これ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 は何だ？なんか言われた。これ何？スキャンしていこう。実験データ。プラズマ壊す。よし。これなんか必要だったんですかね。よくわからんけど、まあいいや。まあ、結果オーライっていうことで、OK。さらにプラズマもゲットできそう。よし、OK。よし。OK。さあ、ディープゾーンには泉と呼ばれる場所があるよと。なるほど。まあ、でも、次のエリアにとりあえず行きたいんだよね。まだ、まだあるのか。結構長いな。よし。わ、すごいね。さあ、ここもすごい世界になってますね。で、このまままっすぐ行く。水辺に行った方がいいのか、こちらの舗装された場所に行った方がいいのかがわからんけど、まあ行けそうかな。あー、ツーリスト、プラズマがあるな。どうしよう、まだ時間がありそう。あ、ちょっと待ってよ。マップ上逆だぞ。どうしたらいいんだろう。これ、これ入れないよね。方角的にはこっちなんですけど、やばいね。どうしよう。まあ一周してくるか、せっかくなので。もうプラズマとかは取ってる余裕はなさそうですね。うん、一周かな、これ。ここにもなんかがあるのかな。あー、やばいやばい、なんか食らってる。プラズマだけか。いや、やばい、迷子になってる。うん、困ったな。あ、ここも行けない。ここは行っちゃいけなさそうだな。真ん中ちょっと覗いてこよう。この際な、もう行くだけ行ってみよう。なんかあるか？もう破壊してやる。この研究施設を破壊しましょう。よし、これもあるけど、あ、これもだ、実験データ。他にもあるのかな？さあ、ないな。他はなさそうですね。よし。研究プラットフォームをすべてスキャンでして探す。あ、まだあるのか。ということか。まだありそうですね。どこなんだろう。全然わからんな。とりあえず中央部はなさそうですね。ここもなかったかな。これも見よう。何個あるんだろう。さあ、とりあえず、あ、ある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 。これもか。はい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 。まだか、まだあるのか。他はどっかにありそうかな。正面はありませんでしたね。ということは、もう半分の場所に行かないとダメなのかな。やばい、食らう。よし。いや、プラズマいっぱいあるけど、こんな余裕は本当にあるのかどうかはわからないからな。やばいやばい、まだ、まだあるのか。プラズマ。さあ、データを探しに行きましょう。早くしないと時間切れが怖いな。そして迷子ですからね、今。車がある。ここも違うんだよね。さあ、間違った場所に行ってるのか、正しいのか、もうそれすらわかりませんね。違う違う、こっちじゃない。よし。よし、さあ、ちょっと U ターンするか。ああ、後部の方の、アルスレーザーかなんか発射するやつが壊れてるのか。で、いや、また電気食らってるな。で、どっから来たんだろう。ここは壊れてるってことは、スキャンしたってことですよね、きっと。で、この上もあるのかな。ここもちょっと覗いていきましょうか。電気消えてるな。電気は消えてる。ない。こっち側はどうだろう。
プラズマがあるところがひょっとしたらあるのかもしれない。プラズマは一応取っていこう。よし。で、スキャンありますね。よし。さあ、次行きましょうか。This is a decrypted record of the accident.さあ、これ結構大変だな、これ。マップ上ではどうなんだ？あと何箇所あるんだろう？できたら何箇所とか教えてほしいな。ここは取った？取ってあるのかな？で、あそこの左側の方に電気がついてますね。ちょっと通り過ぎた時に鉄塔から電気が来ないような位置で止めましょうか。よし。で、ここもスキャンできれば、あとこんなもんだと思うんだけどな。全くもって迷子ですね。はい、プラズマ。ここある？ある、あるな。あ、終わった。これで終わりだ。ただし、道がわかりません。さあ、これで OK だね。一応、片付けるか。片付けておく。はい、これで OK だって言われてるね。あ、もうこれで戻ればいいのかな？でも、オートショップに戻りなさいって言われてますが、ここでは飛ぶことができませんね。いやー、そんなこと言われてもな、どっから行って、ああ、どっから来たかすら分かりませんので、戻りづらいな。いやー、ちょっと待ってよ。向き的にはこっち方面。これ一周したのかな？一周したっぽい感じですね。ここ必要だったのかな？まあいいや、これでとりあえず、この中入る。で、あ、でもこれまっすぐだ。あ、道開いたのかなんか分かりませんが、結局ここに来ないといけなかったのかな。さあ、ではあとはまっすぐ行けばとりあえず次のゾーンには行けそうですね。結構大変だな。さあ、とりあえずここ行きましょう。はい、それではここはもう、出してしまえばいいんだよね、きっと。ゲート出していきましょうか。ここだとどの範囲だろうな。結構厳しいな。入るのは、橋を渡るぐらいで、出しましょうかね。よしよし、とりあえずこれで OK。さあ、もう帰りたいね。アイテムもちょっと取れたし、まあ、ちょっとキノコとかなんかが取れてないのが残念ですが、あ、すごい。待って待って、これ、めちゃくちゃあるんだけど。これだけ取りたいな。そして、ハンマーがやばいかもしれない。よいしょ。いや、やばいやばいやばい。落ちてる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 。よし、これでターボエンジン作れるんじゃないかな、今回は。あ、ぶっ壊れてますね。電気技師のやつが必要か。さあ、これはバキューム吸っていくか。壊しまくって。あ、やばい、壊れた。これが壊れちゃったぞ。ないな。書類が来たけど。いや、やばいやばいやばい。予備のハンマー持ってきてないかな。持ってましたっけ？持ってきてない。よし、残念ですが、まあ、諦めよう。さあ、では、あとは帰ることを重視しましょうかね。ここのまっすぐ行くと、橋があるので、橋の手、あれ？橋の手前で行けるよね、きっと。さあ、そしたら橋がある。まだついてますね。ピカピカついてるので大丈夫。そろそろかな？橋の具合を見ながら、よし、ここだ。では、ゲートの方を開いていきましょうか。よし。ああ、結構遠いな。橋を渡って左、で道を沿いに行けば OK かな。さあ、どれぐらいの余裕があるかだな。あとは
とりあえずこちらに行く。さあ橋を渡って十字路を左に行く。よし、ありましたね。で途中からもうあれかな、ショートカットで行けるかな。これちょっと高低差が全然分かっていないので何とも言えませんが、まあしばらく、ああ結構早い、結構早いぞ赤いの来るの。困ったな。さあ道沿いで大丈夫なのかな。いや大丈夫そうか。よし、なんか事故らなければ多分大丈夫ですね。で、はい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 。で、右に曲がったところにあるので、よし、あとは光の柱を目指しましょうか。大丈夫だよね。よしよしよし。谷底とかに落ちないければ大丈夫でしょう。さあ、もう、ああ、でも結構早いですね、やっぱここ。ギリギリまで粘っといてよかった。さあ、帰りましょうか。よし、帰ってこれましたね。いや、大変だ。不安定の電気は 2.4 ですね。よし。さあ、OK。ああ、そうだったかと。さあ、他はなんか大丈夫か？ゴミ箱のやつは漁ったよ。はい、毎回こんな風に行くとは限らないよと。オールドウォールを通りたいならチェックポイントを抜けるのが一番だ。でも危険なことには変わりない。そこで役立ちそうなものを設計してみたよ。送った設計図を見てくださいと。ということで、これかなんかなのか？これですかね。はい、ちょっと、もらおう。はい、OK。これは何だろう。LIM シールド。古いアノマリーが住み着いているからシールドだけじゃ不安だ。シールドを守るシールドが必要と。シールドはエネルギーを大量に食うよ。5秒以上は持たない。それから移動中に充電する必要があるけど、ディープゾーンの送電網は全くない。こちらのセクターからディープゾーンまで電力送電してみようと。まずはネットワークを普及させないとダメですね。ということで、洪水みたいに電気が流れ出すと。They'd have to induce the current the entire way through the old wall while making the crossing and maintaining speed. はい、ということで、まあ、会話はこれぐらいにして適当に見ていきましょう。こちらの方ですね。シールドの方を作りなさいということで、シールド作りました。あれ、これって、ちょっと待ってよ。これ一緒なんじゃないな。パルスリミッターか、こっちは。これは違うのかな？前と後ろでつけろということか？そういう感じなのかな？さあ、ということで、こいつはぶった切って、よし。じゃあ、前の方にシールドをつけていきましょう。OK ですね。あれ？シールドつけたけど、車のトランクに入れるのか。こういうことか。はい。ということで、車のトランクに入れなさいと言われてますが、まあ、ちょっと荷物の整頓もいろいろありますので、まあ、今日はこれぐらいで終わって、また次回この続きをやりましょう。こいつをトランクに入れていかないといけないみたいですので、うん、まあ、これは片付けて、あと修理とかして、また次回旅立てるようにしておきたいと思います。それでは皆様、ありがとうございました。